晴れの日が多く温暖な晴れの国岡山。北部は美しい山々と温泉、南部は広々とした備前平野と瀬戸内海の多頭尾。穏やかで多様な自然に恵まれています。果物王国岡山、中でもブドウと白桃は岡山が誇る最高品質のまさに芸術品。岡山の恵まれた気候と土壌、農家の人々の情熱と努力の賜物。果物の女王、マスカット・オブ・アレキサンドリア。上品な甘さと豊かな香り、透明感のあるエメラルドグリーンの粒は気品漂う宝石のよう。手間を惜しまず、時間を惜しまず、我が子のように大切に育てる。岡山県のマスカット作りは130年の歴史があり、全国一の生産量と品質を誇っています。大粒で種なし、濃厚な甘さに程よい酸味が人気のピオーネ。種なしの技術は岡山で開発されたもので、こちらも生産量全国一です。種なしで皮ごと食べられる期待の新品種、シャインマスカット。人気急上昇の次世代フルーツです。白色に薄い紅がかかった姿が美しい岡山の白桃。この白さの秘密は岡山ならではの袋掛け栽培。果実に一つ一つ袋掛けを行い、大切に育てることで透き通るように白くジューシーでとろけるような食感の甘い桃になります。先人たちが研究と工夫を重ねてきた伝統技術。生産される白桃はまさに芸術品。岡山ではブドウと白桃をふんだんに使ったフルーツパフェが大人気。産地ならではの贅沢です。そして晴れの国の晴れの日メニュー、岡山の豊かな食材を豪華に飾りつける岡山ばら寿司。朝日はコシヒカリなどおいしいお米のルーツとなった岡山だけで生産されているブランド米。大粒でボリューム感のある炊き上がりはお寿司やおにぎりに最適。
キニラは岡山が全国の生産量およそ7割を占めています。ほのかな甘みと上品な香り、柔らかい食感は一度口にすると忘れられない食材です。岡山県産のレンコンは豊かな土壌を生かして栽培され、柔らかく美味しさも際立っています。サワラは春になると産卵のために岡山にやってきます。甘みがありとろけるような食感です。潮の流れが速い瀬戸内海で取れるマダコ、身の締まりが良いと評判です。瀬戸内の小魚ママカリは青魚特有の臭みが少なくさっぱりした味、秋は脂が乗り最も美味しくなります。晴れの国岡山は恵まれた自然と卓越した技術で世界最高品質のフルーツをはじめ数々の豊かな食材があり、極上の美味しさが育まれています。美味しい日本、岡山の一品をぜひお試しください。